はい、ということでこんにちは、こんばんは、どうもです。リミテッドスキルピックアップガシャ、はい、ということで始まりました、本日も無料10連のコーナーでございます。よろしくお願いします。今回はですね、リミテッドスキルピックアップガシャは多分10連は引いたことないと思うので、それであれば初めてということであれば限定 SS レアアイドルが当たるんじゃないかというところでございまして、よろしくお願いします。はい、時間がありません。はい、もうやっと取れたもう10時前しんどもうね、ちょっとはい、ちょっとこれで堪忍してください。ちょっとこれ取って投稿します。はい、なんですけどね、まあ今日ね、まあ軽く小話をね、今日寒くない今日さ、めっちゃ寒かったんけど、びっくりした。部屋が寒くてびっくりしました。はい。久々じゃないかな、クーラーつけずに折れたの。結構結局ね、なんかお昼頃ぐらいさ、暑くなったりするので、なんかクーラーつけたりね、ほぼ毎日してたんですけど、今日は一切つけなかったね。まあ、ちょっとご飯とか食べた後とかちょっと暑くてね、扇風機とか軽く回したんですけど、でもクーラーをつけずにっていう意味では、久々に1日1回もつけてなかったんじゃないかなっていうぐらいね、いやー涼しかったね。あの急にね涼しいとね困るよね。寒いのもういいけど、いや急に来たら、いやきついな、寒いのって感じでな。あの足元寒くてビビった。朝方めっちゃ足元寒くてた、寒いみたいなっていうところがありましたね。皆さんはどうですか。この辺ぐらいからね、あの風邪とかをね引く方もいらっしゃると思いますけども、お気をつけください。気をつけてくださいね。まあ、やっぱりね、まあここね、数年はね、コロナでところもありますのでね、まあなかなか未だにね、やっぱちょっとこうね、まあコロナで、ね、出なく、ただのね、風邪であったとしてもね、ちょっと咳が出るだけで、ちょっとね、周りからあまり良い目で見られることはないと思うのでね、まあ、ただね、風邪にかかってしまうことは仕方ないことです。はい、ちょっと体が弱い人はね、かかりやすいですし、まあ、私もね、まあ1年に1回ぐらいはちょっとね、ちょっと喉が痛くなったり、風邪気味な時はね、絶対僕も起きるので、まあまあそれは仕方ないことなんでね、ぜひぜひね、ちょうどくね、あのマスク生活もありますのでね、冬はね、逆にマスクのおかげでね、風邪ひくペースは私的には結構減ったってこともありますので、体をね、気をつけて行ってみてはいいんじゃないかと思います。っていうね、ことはさておき、引きまーす。っていうことはまあいいでしょう。コルトさん、何が出んの一切見てなかった。一切見てなかったけど出なかったからいいや。いいや。もういいや。どうせ出なかったし。出なかったし、ええや。あ、別に、どうでもいいっす。出なかったんで。なんかその特技がうんちゃらかんちゃらで書いてますけど、これは何ですか、ライフ回復ですかと、コンボナですか、ハロウィンのアイリーがなんか見えたんで、見えたっけ、なんかいなかったっけ、気のせいですか。そうでしょ、多分、コンボナと、これオルタネットですか、オルタネット、コンボナ、ライフ回復ですね。はい、以上です。